悪夢。それは私たちの心に潜む不安や恐怖を映す鏡。私たちの住む世界には昔からそんな悪夢が形を得た恐ろしいモンスターがいました。その名はナイトメア。レムリアスという異世界で生まれ、時々こちらの世界に迷い込んでくる生き物。そう、本当に昔は時々だったそうです。でも今から70年前、ナイトメアの世界デムリアスと私たちの世界は完全につながってしまった。世界中に開いたゲートから凶暴なナイトメアが大量に押し寄せました。そして人類はあっという間に滅亡の危機に追い込まれてしまったのです。でもそんなピンチに陥っても人類は負けませんでした。だって この世界には私たちナイトウォーカーがいたから。さあそろそろ決めるわよ。ラバ、連携お願い。よし、今日のクエストはこれでバッチリオッケーね。あなたもお疲れ様、ラバ。けど随分奥地まで来ちゃったわね。暗くなったら危ないし、そろそろ帰りましょうか。私としたことが完全に油断したわ。回復する暇はくれそうにないわね。でも諦めないわ。私はここで死ぬわけにはいかないもの。だって私には夢が。おい、そのまま捨てたら。よし。私助かったの？でもあの人は。よう、危ないとこだったな。お前、怪我はねえか？ええ。ありがとう。あなたもナイトウォーカーよね？ああ、俺は。話はこいつらを片付けた後だ。
てそうだ。頼んだぜ。これでそうだ。いいぜ。いるのかよ。さすがに俺も疲れてきたぜ。ラバ、もう行けるわね。ここからは私も一緒に戦うわ。なんとかなったな。で、お前は何してんだ。ああ、今捕まえたマガネコを見てたんだけど、実は私この子のことずっと探してたの。よかったら私がもらってもいい？まあいいけど。やった。私この子とラバを融合させてみたかったんだ。早速やってみるわね。私があなたのパートナーよ。って、なんでそっちに懐いてるの？融合したのは私なんですけど。ああ、なんか俺こいつらによく好かれるんだよな。こいつにもさっき出会い頭にすり寄られたし。何それ。
ナイトメアに懐かれやすい体質ってこと？まあ引き離すのもかわいそうだし、ここは譲ってあげるけど。そうだ、自己紹介がまだだったわね。私はエマ。あなたは？俺はアゼル。世界一周するのが夢のナイトウォーカーだ。よろしくな。アゼル？それって70年前世界を救った英雄と同じ名前ね。英雄にあやかってってやつ？いい名前じゃない。よろしくね、アゼル。ああ、ところでエマ、ここってどこだ？え？ここは精霊の森のレムリアス。エストレアで一番大きい森の中だけど。エストレア？ここってエストレア王国なのか？マジかよ！エストレアには一回来てみたいと思ってたんだ。いや、気づいたら森で寝てるし、持ち物も金もなくなってるし、ついてねえと思ったけど、ラッキー。え？気づいたら森に持ち物もお金もない？あなたもしかしてかなりピンチな迷子なの？ピンチ？いやいや、俺は冒険家だぜ。これくらいの踏んだり蹴ったり珍しくもねえって。そうか、エストレアか。なら次の目的地はオートだな。新しい国、知らない街、くーワクワクしてきたぜ。よし、それじゃあ早速冒険の時間だ。待ってろよ、エストレアオーター。そっちはオートの方向じゃ。って全然聞いてないし。ほっといてもいいんだけど。助けてもらった恩もあるし。ちょっと待ちなさいよ！突っ走ったらまた迷うわよ！